はい、ということで本日やってきましたのはカレーうどんもみじ。このお店はですね、あの名古屋の中川区にあるねお店なんですけれども、はい、なんと、はい、お前なんか待って、お前目元になんかアリみたいなやつ、カニが来たことあるとった。名古屋のね、中川区にあるね、はい、あのカレーうどんもみじにやってきたんですけども、はいはい、ここはなんとね、僕たちのね、地元の友達がオープンしたお店でございます。おいしい、おめでとう。ここのお店はカレーうどんがメインのお店で、そうだね、カレーうどんのお店、その中でもね、うん、一番台湾カレーうどんがね、おすすめのお店なんですよ。はい、でもそれ以外にもね、普通に醤油うどんだったり、うん、そうだね、いろいろあるもんね。カレーうどんが食えるのか。食えるぞ、食べれるぞ。はい、行きましょう。じゃあ早速中入っていきましょう、はい、入っていきましょう。あ、お邪魔します。お邪魔します。いや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 、すいませんね、遅くにね。はい、はい、ということで地元の友達の、元吉です。よろしくお願いします。元吉のお父さん、はじめまして。あー、すんちゃん。はい、ということで、ね、やってまいりました。やってまいりましたよ。で、ここってさ、改装したんだよね。一応改装した。超綺麗。カウンターだけじゃなくて家族で来れるテーブルっていうのもあるし、友達と来てもさ、うん、一緒に飲めるやん。でかいよ。いや、いいよ。ちょっとお酒飲んじゃうよ。ビール頼んどきますか。一度ビール飲みたいね、とりあえずね。瓶で行こう。ビール飲みたい。あとここなんといって、うん、酒好きが大好きなね、おつまみがたくさんあるんですよ。でかい、おつまみでかいね。自家製チャーシューもやし1個ください。タコワサで、冷ややっこで、すごいよ、おめえ。おめえ、ちゃものの5分で膨れ上がってる。朝倉未来みたいな感じ。路上の伝説、路上の伝説、要するに。バイバーイ。あー、もう一品タコワサです。おー、ラッシュ。はい、サンキュー。ヤコでーす。じゃあおつまみが揃ったんで最高、飲んでいきましょうか。いきますかい。いきまーす。めちゃくちゃうまっ。めちゃくちゃチャーシューうまい。どうやって作ってるんですか。柔らかすぎるんよ。この肉肉しいさ、チャーシュー一番好きなの。そう、これで一生酒飲める。飲める、わかる。一生酒飲める。このもやし冷たい感じもよくね。わかる。いや、いい、この冷菜の感じがいい。居酒屋ここは居酒屋ですか。まだだってメインディッシュ出てねえですよ。確かに。ベロベロで起きてさ、お前の親父が出してくれた台湾カレーうどん、あれが忘れられんもん。うますぎて、うまっ、このカレーうどんだ。それがじゃあこの店で再現されてる。そうそう、再現されてる、思い出の味だっすわ。わしはだから食ったの多分 7,8 年前だから。そんな前、もったいね。世に出てねえのがもったいね。もったいね、そうだ。マジでもったいね。8年越しで出てる。バカうめえやん、これ。じゃあ赤飯の冷たいのってさ、麺自体がするの。カレーも冷たくできる。あ、そうなん。メニューで載ってないけど。あ、そうなんだ。どっちがいいの。食べやすくなるんだ。あ、そうなん。熱いのが苦手な人は。麺冷たいのか。あ、そうなん。新情報いただきました。あなたもこれでカレーうどん通でございます。カレーうどん食べたいな。夜飯食ってないし。いや、そうね、結構腹減ってるからな。そうそうそう、ちょっとおつまみで主役忘れてた。そうね、ちょっとつまみで満足しとったもんな。うどんと飲みます。はい、決まっとる。ポークタイワンカレーうどん。ポークタイワンカレードラちゃんじゃん。ドラちゃんなんだ。醤油うどんの、おー、いいね。いいね。卵、あー、いいね。冷やで、冷やほぼコンプリートしよう。コンプリートしようか。多分中華そばもスプレーの時に食べさせてもらったから、ほぼ食ってた。そうだ、中華そば食べちゃう。チーズカレーうどんも一応買ってました。でも、定時込みカレー、カツカレーね。あー、カツカレーね。いいね。いいな。頼んでほしいのはライスです。あー、間違いない。これは、ライス抜きでは言わずも語れません。あ、じゃあ1個同時でよ。2つは追い飯で。なんか、お店で出てくるのって、わかる？なんかちょっと、狐色でさ、あー、これ、やったな。冷凍だ。あー、まあまあまあ、店ですよね。思いませんか。確かに家でお母ちゃんが作ってくれたカツが出てくる、そのまま。あ、そうそう、家族でやってるもんね。そう、あ、ね、そう、家族でやってるお店なんですよね。協力し合ってみんなでやってる感じ。そう、またそれもいいんですよ。いいよね、なんかあったかいんだよな。あったけ、あったけんな、仲いいしね。そう、
優しく迎え入れてくれる。そうなんよ、ありがたい、本当に。地元に一軒こういうとこあるの嬉しいな、本当に。嬉しいな、マジで嬉しい。今日泣くかもしれない。換気やばっちゃう。こんな話してる。醤油丼、卵来ました。いただきます。いいね、うまそう。どうですか？めちゃくちゃうまいぞ。腰いくね。弾力でいくわ。高野さんのばあちゃんおすすめだもん。あ、そう。おばあちゃんはちょっとやらかめました。あ、本当。あ、ありがとう。カツカレーです。サンキュー。いいね。これですよ。カツとカレーがね、相性悪いわけだね。間違いないな。間違いない。決めさない。この超ディップしたこのカツをここに構えるんですよ。なるほど。こいつをここに構えるんです。あーうんま。いくね、米。いくね。すごいいくね。出汁がすごい効いてる。なるほど。そうそう。ルーがうまいもんな。そう、本当にルーが美味しい。台湾カレーうどん。まあ間違いない。そうだね。間違いないです。このね、台湾カレーうどんはマジ思い出の味だから。シャーマン結局。うん、マジでうまい。このね、ビリ辛加減がマジでちょうどいい。うますぎ。まだ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった、マジで。うまかったね。おめでとう、改めて。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう。すいません、おめでとう、ありがとうございます。なんか俺食べに来るたびにさ、いつもやっぱ街あるしさ、すごい流行ってるんだね。オープンしてさ、結構最初は山場じゃない、飲食とかってさ、大変そうだね。大変だけど、なんか今はね、ありがたいことにいっぱい来てくれてるから。おー、いいね。楽しい。楽しいよ。それはもう一番だよね。もうてか、夢だったもん。夢だったね。マジさ、本当見てる人にも行ってほしいから、うん、もうぜひ名古屋に住んでる方はね、ぜひ行ってみてください。本当に、はい、ぜひぜひ。本当にお勧めできる美味しいカレーうどん。マジでうまいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。おお、行くね。平日から最高だね、本当に。